はい、チゃう、亀メです。今日はですね、えー、2月の24日からのですね、えー、米国株のですね、今日は週末編なので、えー、グローバルマーケット編のね、えー、話ということで、あとはね、金融と経済とお世界のですね、えー、気になるう話ですね、えー。この辺りをお話して、えー、お届けしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。で、ニューヨークダウンはですね、えー、こちらもですね、日本だけではないでしょう。史上最高値を更新しましたね。強い強えよってことだよね。 どこまで上がるんだニューヨークダウと。日本と違いますからね。ニューヨークダウは、ね、今ね、景気を沈めようという形で、今、利上げをしてますからね。本当は逆金融相場なはずなんですよ。だから株は下がりやすいという今、フェーズなんですけども、株下がらないですね。景気も悪くならないですね。すげえなもうチートですよ、チート。うん、無敵ですよ、無敵。そういった意味ではね、無敵金具じゃないですよ。無敵ですよ。本当にニューヨークダウはね。 そういった意味では、3万9000ドルで、ね、ついに突破しちゃったので、まあ前回高値をね、のあたりで、えー、まあちょっとね、揉んで、まあダブルトップにもなりやすかったので、日柄調整来るんじゃないかなと予測をしていたんですが、今のところ構図ですね。うん、まあかなり強い相場になってます、米国株もね。だ米国株が上がっていけば、まあ日本株もね、それにつられて、つられてカップリングで、しかも150円、まだね、えー、を超えた、えー、円安にもありますからね。 いやまあ、3万4万四千円まあ、あり得るんじゃないかなと思います。3月中にですね。まあ、それぐらいに、まあ、今、米国も日本も強いと揃ってね、いう状況ですね。まあ、中国株その代わり、かなり難聴にはなっていますけどね。で、さっきあのね、米国株はですね、まあ、最高値を更新一時500ドル超ね、上昇しましたってことでね。 でこれはですね、FRB がね、2年に及ぶですね、利上げをしているにも関わらずですよ、冒頭でも話しましたけども、まあ、本当はね、逆金融相場なので、もう業績ですよね、上場企業の。崩れて、悪い計算になってもおかしくないんですけども、悪くなれないんですよね。これがすごいことですよ。だから逆金融相場が起こらない。起こらないってことはリセッションが来ないということになりますから、 これってバブルですよね。ある意味ですよ。ある意味でバブル。うん、だって景気交代をさせようと思って必死に利上げをしても景気交代すら起こらないっていうわけですからね。これってバブルなんじゃないですか。ね。とは僕は思いますけどね。で、球根を、これね、分かりやすく言うとチューリップバブルってありますよね。もう球根なんかね、売れるはずがないし、これ以上球根を売ったらね、えー、ちょっとおかしくなるから、出荷量を止めようとしてもね、 それでも逆にそれをすることによって価格が釣り上がって、えー、さらにね、えー、世界中の人々が求めてしまうみたいな状況ってバブルじゃないですか。止めようとしても止められないっていう状況がバブルなんですよね。と僕は解釈してます。もちろん数値で見,見れば違う見方がありますけども、そうじゃないですよね。日本のバブルはどうだ,どうだ,かどうだったかというと、もう不動産価格が上がって上がってしょうがないと。去年の3倍とかになってしまうと。それでも、おね、中央政府が、そして日銀が その不動産価格の上昇これ以上上がるとね、やばいと。そして、ほとんどのね、日本人がもう手が届かなくなっていると。止めようとしても、止めれば止めるほど気象活性が高まって上がってしまう。それがバブルですよね。今の米国株はそういった意味では、止めようと FRB がしても止まらない。止められないと踊り続けてるわけですから、これはバブルなんじゃないかなと、やっぱ思いますけど、皆さんどう思いますかと。うん、PR とかでね、見たらまた別なんですけども、 で、まあね、この逆金融相場が起こらないと。日本はね、40年間ずっと逆金融相場でいましたからね、ゼロ金利をね、ずっと続けても、まあこれが良かったか悪かったかっていうね、その検証はちょっと科学者じゃないのでねえ、経済金融博士ではないのでできないですけども、まあ実際に今、今それをやろうとしてますからね。ここから先分かってくることですけども、まあゼロ金利を続けてもね、え本来であれば景気がそれによってね、 えー、市場に出回って浮遊するはずだったんだけども、しなかったわけですからね。まあ、もちろん消費税のアップとか二度ありましたので、まあこれを足をが、これが足を引っ張ったっていうことになるのかな、日本の場合はね、うん、とは思います。米国はね、ひたすらドルを吸い続けて、ひたすらばらまいてますからね、まあ、この違いが、結局ゼロ金利じゃなかった、うん、消費税だったと言えなくはないですよね、うん、とは思いますね。ただ、ここに来てね、まあ、米国感も強いって中で、日本感も強い。 っていう状況が、状況がついてますので、まあ、しばらくカップリングする可能性もありますね。うん。で、ニューヨークダウこちらチャートの方を見ていこうと思うんですけども、S&P500 とナスダックもね、もうこれ前回からね、ここでダブルトップをつけそうだったのでね、ま、さすがに上がりすぎているので、ちょっと日柄調整入ってから上がるんじゃないかってことをね、このチャンネルの予測にはしていました。日本株はそれによって資金が逆に米国から日本にね、流入をして、僕はデカップリングシナオでいたんですけども、まあ、あ ニューヨークダウン上がっちゃいましたね。前回高値更新しちゃったと。今のところですよ。うん、3万9千ドルに、にえー、到達をしましたね。で、それによって、えー、s p 5 0 0もですね、前回高値5000ポイントを、まあ軽々突破。まあ軽々ではないんですけども、ダブルトップをつけそうになって、えぇ、ー、難聴なるかなと思ったら、まあ新高値更新。ナスダックも、ダブルトップつけんのかなと思ったら、新高値更新してないですね。これはね。でナスダックが出遅れてるのか。まあなんとかね、 えー、追いつこうとしてますけども、他の日数ね。まだ前回高い更新してないですね。1万6000ポイントにあると。まあ、仮に崩れるとしたらなさからかもしれないですね。これを見る限りね。うん、とは思ってはいますが、まあ、でも強いってことには変わりないですね。で、これを牽引したのが、まあ、皆さん知っての通り、エヌビディアですよ。これがね、利益69%増ってことでね。まあ、見通しも予想を上回ってきましたね。エヌビディアはね、この決算が出るまで、 ちょっとね、えー、まあ、難聴になっていたんですよ。まあ、ここまで1年間で3倍上げましたからね。3倍上げた後、さすがに今回の決算で、ちょっと売りが出るんじゃないか。もしくはね、材料出尽くしになって下がるんじゃないかという予測で予測で,ですね。ちょっと難聴になっていたんですが、それをね、むしろ上げてくるっていうですね。上げ上げですよ。うん、こっからね、下がってドンですからね。もうこれも、その前回高値超えてきましたから、 まあ、NB ではね、かなり強い、うん、っていう状況ですし、まあ、これがちょっとね、逆に米国株を今度牽引し始めてるという相場になってるんじゃないかなと思ってます。だ今の、半導体とかね、AI が、この、全体を底上げして牽引をして、その後小型株とかにね、今年から米国株が入ってくると、これは理想ですよね。かなり理想な形。そして、何度も話せる通り、選挙イヤーですね。アメリカのですね、大統領選挙がある年は、 小型株がラッセル含めてね、動きやすい。まあそういったアノマリがあるんですよね。まあ10回中8回とかね、そのぐらいの確率だったと記憶してます。これも過去話してますので、まあ覚えていたらね、そちらの方を皆さん見てもらいたいんですけども、まあそれぐらいの、まあその確率論では、えー、小型株が動きますので、逆にですよ、AI、うん、半導体とかね、えー、このあたりが牽引をして、今年小型株が動けばですね、 これはまあさらなる株高、そして全体底上げみたいな形で、まあ、米国のですね、個人投資家が皆恩恵を受けるような相場になる可能性もあります。まあ理想論ですけどね。そうなってくると日本株もですね、小型株とか、まあ、行き着く先はね、えー、まあ、日本の場合は、えー、まあ、定位割安株になりますけどね、小型の。それから、あとは、あまあ、マザーズ、銘柄ですね、いよいよその辺が、 まあ、米国がね、小型株に資金が移れば動く可能性があるんじゃないかなとは思っていますが、まあ、このあたりはちょっとね、ちょっとしっかりと見ていきましょうということになります。ちょっと先回りして、まだ僕ちょっと買い始めちゃってますけどね。まあ、これも賭けに出たと。あとはまあ、えー、大型株をね、早々にちょっと売っちゃっているので、現金キャッシュ率が高まってるんですよね。これをちょっと一部ポートフォリオを組み直して、えそっからさらに今ね、えー マザーズじゃなくてね、大型株に資金を振り分けるっていうのは、ちょっと愚の骨頂のような気がするわけですよ。理確をしてね、それほど下がってないのに、また買い戻すってことになりますから。だったら売らなきゃよかったじゃんってことになりますので、ちょっとその資金をね、あえて今マザーズの方にちょっと振ってます。僕の場合はですよ。で、別に真似したがらって勝てるわけじゃないですからね。あくまで僕のやってることをそのまま伝えてるだけなので。なので、まあ、まあ、来たら面白いかな、っていうことですね。で、えー ただですね、気になるところとしては、FOMC がね、やっぱこれだけ逆金融相場になることまあ、ある,ある意味え、仕組もうと思って、えー、利上げをしてきたのに、そうならないっていう状況はですね、やっぱりなかなか利下げはできないということですよね。だって利上げをして、もう株高になって業績も下がらないしっていう状況で、人々も物を買うし、となると、インフレが再びね、上がっていく可能性があるんですよ。 やはり、うん、そうなってくると、なかなか、まあ、利上げはしないけども、利下げもできないっていう。で、今、状況としてはですよ。FMC、別にめちゃくちゃ金利高いですからね。で、クレジットデフォルトって言って、あれですよね。えー、クレジット破綻者も増えてますし、不動産だって、やっぱり長引けば、かなり苦しいですよね。ローン返済が。という状況になると思いますし、あとはね、商業用不動産なんて、かなり苦境に立たされてますよね。ここから中小企業に、おそらく、このね、金利のね、 高い金利がですね、ダメージを与えていくんじゃないかなと思うんですよ。そうなってくると、まあ中小企業のね、倒産とか、まあそんなに倒産率って日本のようにですね、米国って実は高くないんですけども、まあ日本並みに倒産率が増えてくると、これはね、いよいよ、いよいよかなと思ってます。まあ悪い入り口にはね。だから今のところだから FOMC が思ったよりも、全然逆金相場にならないので、利下げはできないと。っていう状況が、まあ今後、負の遺産として、どれぐらい米国経済、 ベンチャー企業 VC とか含めてね、それから中小企業、あとは商用、えー、不動産に悪影響を与えるのかっていうのを数値をね、しっかりと見ていくっていうことが大事に今後先読みをしていくためにはね、えー、になるんじゃないかなとは思ってますが、まあとにかく米国株強い、強い中で、えー、皆さんはね、えー、まあ日本株、米国株含めてね、しっかりと稼いでいったらいいんじゃないかなと思ってます。まあやっぱりね、えー、バブル冒頭話した通りですね、のような状況なので、えー、まあ音楽が がですね、奏でられているうちはですね、まあ、踊り続けるというのがバブルですから。まあでもまあまあどっかでね、出口がしっかりと見定めていくと自分なりのですよ。うん。それは決して周りが踊っていてもですね、自分なりにここが出口だと思ったら別に降りてもいいわけですからね。うん。とは思っていますので、まあそのあたりはね、皆さんの考えなどありましたらぜひコメントでもね、教えてもらえたら嬉しいなと思います。ではね、今日は動画は以上です。高速で。